やっぱその映画が決まって、私初めてそれを原作を読んだんですけど、原作ではなんかすごいこうユニちゃんがこうコスプレをしたりとか、すごいなんかこうポップな感じなんだなって思って見てて、でもすごいクールでなんか無表情の役で、なんか撮影はどうなるんだろうなと思ってて。で、実際その映画を見た時はなんかすごい、まあ恥ずかしくなる、こう恥ずかしくなるようなこう胸キュンがこうたくさん詰まっていて、でそのやっぱりそれはなんか私自身も見ててもなんかドキドキしてしまうことがすごいたくさんあったので。あって それでその、まあ、ユニちゃんがその先生のことが好きっていう気持ちをストレートにこう言っているところはなんかすごいピュアでいいなって思いました。そうですね、役作りはその、まあ、その撮影入る前に演技レッスンがあって、そこで、まあ、最初はやっぱり無表情でやるっていうのは難しくてなかなかできなかったんですけど、監督に最初はまあ感情を入れて演技して、で、まあ、だんだん無表情で演技をしていこうっていう話になって、がその演技レッスンがあったのでやっぱり現場ではすごいやりやすくて、でもまあちょっとやっぱり自分の感情とかどうしても無表情じゃなくなってしまって。時はやっぱりそこは監督にこう注意を受けて、ああ今無表情じゃなかったからもうちょっとこうクールに決めようとかそういうのがあったので、すごい現場的にもすごいやりやすくて、役柄的にも、まあ、難しかったんですけどすごい楽しめてユニちゃんを演じられました。いやそういう話は一切しなくて、なんかまあなんだろう、まあ、流れとかは監督と確認しながらっていう感じなんですけど、そうですね、なんか、まあ、撮影の合間その同じ場所にいる時はなんか普通に違う話したりとか、やっぱり何ですかね、なんか現場の雰囲気もやっぱりそういうちょっと緊張感があるので、なんかお互いやっぱり緊張するっていうのはお互いも思ってたことなので、そういうこうしようとかああしようとかはなかったです。私は 発射クールではなかったですね。なんかもう本当に友達とこう外に遊びに行ったりとか、まあ、教室の中でこう騒いでたりとかする感じだったので、全然クールとかじゃなくて本当に。走り回ったりとかする元気な 子でした。そのまあ海の、桜井先生がユニにその結婚しようっていうところはやっぱりなんか海でするってなんかベタだなって思うんですけど、やっぱりベタだけどなんかやっぱドキッとするというか、その、まあ、場所っていうのもあるし、そういうなんか。まあ、なんだろう、漫画のこうセリフというかなんか恥ずかしいと思うんですけど、やっぱりなんかベタってなんか一番やっぱりいいんだなって思いました。この映画は近くなるけどまたなんか遠くなったと思ったら近くなるっていう。なんかそのそういうもどかしさがなんかギュッとなったりキュンとなったり、なんかこう胸キュンが本当にたくさん詰まってて、女の子がこんなことされたいなとか、なんかそういうなんだろう、こう妄想もできちゃうような、なんだろう、女の子がさすごく大好きな映画だと思うので、と映画館でぜひ見てほしいです。D メニュー映画をご覧の皆さん、クルルギウニ役の小松菜奈です。映画「近距離恋愛」大ヒット上映中です。全国劇場でご覧ください。